お母さん、いつもありがとう。ヤクルトは12日、巨人8回戦、神宮、に3対1で逆転勝利した。母の日、使用で各選手がピンク色の用具を着用する中、2番、遊撃で先発した長岡秀樹内野手、22、が、1点リードの8回に右前敵地打を放つなど4安打1打点と大活躍。 千葉、八千代松陰高2年時の2018年に、白血病を患った母、あやこさん56のドナーとなった背番号7は、また一回り成長した姿を見せた。大歓声を受けた背番号7は、優しい笑顔で答えた。今季二度目となる2番で起用された長岡が、8回死一二塁で右前敵地だ。終盤でリードを広げる貴重な一打を放ち、 神宮のお立ち台に上がった。嬉しいですね。一打席一打席、大切に言っているので、いい結果がついてきてよかった。うちでの小槌のように、快音が止まらない。前日11日にも3安打で猛打賞、1試合3安打以上、をマークしており、この日は2シーズンぶりの1試合4安打を放ち、2戦で7打数7安打。打率はリーグ3位の、 298に上昇した。1回には左翼戦への二塁打、3、5回も共に左前へ運び、後期で回ってきた8回の第5打席は初球の内角高め直球を見事に打ち返した。特別な日に輝いた。12日は母の日、NPB マザーズデー2024、として、選手たちはピンク色の用具を着用して出場した。 長岡もブランドアンバサダーを務める水の社製の特別仕様のスパイクを履き、躍動した。母との絆は強く、深い。長岡が千葉、八千代商陰校一年だった2017年8月。母、綾子さんが血液のがん、白血病、であることが判明。医師から骨髄移植をしなければ死んでしまう、と宣告され、 家族の中でも適合するドナーになる可能性があったのが長岡だった。18年3月13日に手術は無事成功。母子で乗り越えた危機だった。6年が経ち、長岡は今やスワローズを勝利に導く立派な高校息子に成長。母の日のプレゼントは考え中だが、プロ入り間もない頃の休養日に寮から千葉、 船橋市の実家まで送迎してくれた母への感謝は尽きない。僕も色々あったので、当たり前に過ごす日常は当たり前じゃないとすごく感じましたし、今この時間を大事にしたいなという気持ちが強い、と元気にグラウンドに立ち、発球を終えるありがたみを痛感する。ありがとう、と言えていないので、帰ったらちゃんと言いたい、と長岡。7番を背負った背中が、また少し大きく見えた。 赤尾勇気